実はですね、ヨシアンで私大変甘やかされておりまして、毎回、ました。すいません、毎回宗家先生の奥様が私のお昼ご飯を作ってくださってるんですよね。わー、ありがとうございます。今日どんなご飯かな。わー、美味しそう。ありがとうございます。本日のご飯、また奥様すごくですね、お料理とてもお上手で、私ですね、毎日楽しみにさせていただいております。ちょっとお汁も開けてみましょう。お汁もとっても美味しいんです。わー、美味しそう。今日卵が入ってますね。美味しそうですね。もうとても私甘やかされておりまして、すみません、ありがとうございます。いつもですね、お野菜たっぷりのご飯なんですね。すみません、宗家先生直々にご飯だけ私冷凍ご飯を持ってまいりまして、でこちらでチンさせていただいて、そして、いただいております。では奥様いつもありがとうございます。いただきます。で左手上下で持ちましたらば、右手でお箸取りましょう。そしてですね、ここ箸先ではなく中間あたりを取りましょう。そうしましたら不衛生でなくなりますので、右手上から下に滑らせて、最初お汁をいただくんですけれども、お汁だけの場合も必ず箸先をつけて少し具を押さえてからお汁いただきます。ではいただきます。おいしい、優しい味がしますね。ちょっともう一回。ごぼうからもお出汁が出てますね。これは昆布でお出汁を取られてるだと思うんですけれども、ごぼうからもとてもね、香ばしいお出汁が出ております。いただきます。ありがとうございます。それではですね、麺をいただきましょう。これはですね、カジキマグロだと思われます。カジキマグロの照り焼きでしょうか。メカジキの照り焼きからいただきますね。奥様ですね、お魚の火加減がまたとってもお上手で、周りがですね、こんがりと香ばしく焼けているんですけど、中はとってもジューシーなんですね。いつも感心してしまいます。もうとても感服してしまいます。私チリチリになってしまうんですけども、中はとってもジューシー。いただきます。美味しいですね。優しい味、お母さんみたいですね。付き合わせのようですね。こんにゃくとごぼうと、あと人参と鶏肉が入ってますね。こんにゃくいただきます。鶏ごぼうだしですね、とっても美味しいです。私人参大好きなんですよね。人参もいただきます。とてもきめ細かやかな心配りで、すべての具材の大きさが揃っていますね。ということはですね、食感も揃っていますし、あと火の通り具合もきっとね、揃うと思うんですね。鶏肉も全部同じ大きさに切られていて、とてもですね、細やかな心配り。ちょっと鶏肉もいただきます。鶏肉も美味しいですね。柔らかいです。鶏肉は割とパサパサになりやすいですよね。繊維が硬いですので、とっても美味しいです。ありがとうございます。お茄子もいただきます。こちらは茄子の、これは焼き茄子。本当にですね、私ね、感服してしまうんですよね。なんていうんですかね、とってもですね、食べやすいようにきれいにいつもねしてくださってるんですよね。本当に食べる方の気持ちを考えてくださってるんだなと思って、いつもいい具合にだしも効いてますし、もうですね、かつお節がかかって、そしておだしが中にもう入っていて、でお塩もかかってる状態ですね。いただきます。